ペインテッド・ブラックは日本で生産された競争馬シュ馬である。中央競馬で青馬賞、ステイヤーズ・ステークスの重賞2勝を挙げた。馬名の由来はローリング・ストーンズの楽曲であるペイント・イット・ブラックであるが、馬名登録文字数の制限や場所のサンデー・サイレンス3区は黒影や青影のような黒っぽい馬の型が走るイメージがあるという考えから栗毛の本場に 黒塗りとも読める、ペインティッドブラックという場名が与えられた。年齢は、旧表記とする。1999年1月9日の4歳新馬で、デビュー勝ち。2戦目は3着に終わるが、続く条件戦を勝ち、若草ステークスに挑むが、再度2着に終わる。関西は優勢で推移する中、クラシック東の最終兵器の期待を受けて、青馬賞に出走。 社交で真理となるが、花差で、重傷勝利となった。しかし、日本ダービーでは7着に終わる。秋は、京都大賞店、菊花賞と出走するが9着、7着と、平凡な成績に終わり、その後は、ステイヤーズ・ステークスへ出走した。サツキ賞を勝ち、ダービー3着、菊花賞2着のテイエム・オペラオが、単勝1.1倍の断然人気となるが、3番手から、 テームオペラ王の追撃。しかし、2000年最初の日経新春杯は一番人気に押されたが6着に敗れた。その後、クッケン炎を発症し、1年11ヶ月の長期休養を余儀なくされる。2001年12月に復帰するが、4戦して一度も掲示板に乗ることはなく、2002年3月23日の日経賞発着を最後に現役を引退した。引退後は、 ニュージーランドのアシュエルファームでタネボバ入り。産区の中からビアンカがオーストラリアのニューキャッスル競馬場で行われたニューキャッスルゴールドカップで優勝するなど活躍している。現在はニュージーランドのグリーンエーカーズスタッドでタネボバとしてつなぎをされている。青場所では直線に入り口から内ちにいたマイネルシアターとのマッチレースとなったが外のペインテドブラックが ずっと内側に車高し、マイネルシアターの進路を大圧して妨害。ババの真ん中で争っていたはずの両馬はゴールした、時点ではうちらちぎりぎりの位置まで移動していた。これについて審議が行われ、最終的には、公着にはならなかったが、騎手の加藤和弘に対しては悪質なラフプレーとして、課体金10万円が課せられた。この年から課体金の上限が5万円から10万円に、 引き上げられており、適用第一号となっている。なお、2008年のオークスで優勝した、トールポピーの車高について、こ着なし、騎手の池添健一が、起乗停止2日の処分を受けたが、その処分について、ペインテドブラックとマイネルシアターの青馬賞が近いものと説明されている。祖母の車代アイバーは、オークスの勝ち馬。近親にエアジハード、ガレオン、プレシャスカフェなどがいる。 ありがとうございます。